どうやらダラサバイバー今度コロコロコミックに乗るぐらいすごい人気らしいんですけど、この前久しぶりに自分のさ動画見たらダラサバイバーの広告流れたので、広告見せたらさ、まだ広告詐欺してたんだけど。どうもこんにちは、ビクトです。この動画の広告ダラサバイバーだった人、高評価チャンネル登録お願いします。いやー、ということで前回からね、あのイベントとかいろいろやってガチャ回したんすけど、揃っちゃったね。赤ライトチェイサー、あとちゃっかり靴も赤くなってるっていうね。ってことで今回はライトチェイサーを赤ライトチェイサーまで進化させることができたんですけど、赤にするとですね、10回攻撃するごとに剣の陣を1つ発生させるっていうね。剣の陣って何ってことで、じゃあ今回ね50面からやっていこうかなって思うんですけど、いやもうそろそろねダダサバイバーもうネタ切れなんで、もういい加減クリアしようかなって思ってんだよね。うわ、これ悩むな。極秘盗聴、いや一応極秘盗聴最初取っとくか。あ、ちなみに今回も、前回ゲットしたボルマーでやっていこうかなって思うんですけど、いやマジでねボルマーめっちゃ強いからおすすめだよ。なんかさ、こういうさ広いステージとかでこう逃げるじゃん、なんかめちゃくちゃ敵とか来て、敵とかが来て逃げるんですけど、なんか最後さボスさえ倒せれば一応ステージクリアになるから。何これ、何今の、え、どういうこと。かっこよ、なんか効果音とかも出てくるんだけど、どうやら10回に1回だから、まあなんか全体攻撃みたいな、回転切りよりも強いのかなこれ。え、どうなんだろう、ダメージとか一応ちょっと見ていこうかなと思うんですけど、まあ、通常攻撃はだいたい 54K ぐらい食らってるんですけど、これ剣の陣の攻撃力って変わったりすんのかな。あ、ちょうどいいとこで、ちょうどいいとこでレベル上がった。これさ、エナジーキューブゲットしたら強いんじゃね。感覚速くなるのめちゃくちゃありがたいと思うわ。で、一応ドリルゲットして、え、どうなんだろう、ちょっと待って、火力試したいねこれ、いろいろ。マグネット取りつつ、ライトチェイサーめっちゃ出る。今回出れるね。ちょ、剣の陣の威力ちょっと試したいんだけど、え、これでさ攻撃力も強かったらさ相当強くない？なんか雑魚、あー、んー、ちょっと強かったか今。え、150とかさ70とか見えたけどさ、あれは気のせいじゃないのかな、どうなんだろう。じゃ、もうちょっと使ってみないとわかんないなこれは。そしてドローンもちゃっかり揃っていく。めちゃくちゃ強いっすねこれ。ちょっと来た、あ、今120とか普通に出たよね、なんかクリティカル表示とかじゃなくても。え、待って、強くない？え、シンプルにさ、ライトチェイサー自身がさ、なんていうの、雑魚敵とかをさ、倒す力が強いと思うんですけど、なんていうんだろう、ボス戦であんまりさ、こう、ライトチェイサーって、あの、火力が少ないからやりづらいんですけど、これで攻撃力が上がってくれるから、より倒しやすくなったんじゃない？え、強くね？しかもめっちゃ囲まれた時にさ、最悪こう、なんていうの、ワンチャン狙えるよね、この剣の陣のおかげで、ワンチャンいけるみたいなガーディアン取っておくか。もうあれか、赤まで行っちゃえばさ、なんかもう赤までやっちゃったから、もうなんか別にどっちも強くていいよみたいな、もう投げやり方式。投げやり方式になってる可能性がある、ライトチェイサー。あ、そう、で、ボルマーなんですけど、なんかさ、こういう広いステージってさ、なんかもう敵めっちゃ囲まれて、もう絶対無理だって思ってても、これワンチャン逃げれるんですよ。で、逃げ惑って、こう、ボスが出てくるまで逃げるじゃないですか。で、逃げて、ボスがようやく来て、で、ボルマーの、これなんていうの、あの、暗号通信、アーダコーダー通信機のおかげで、あの、火力めっちゃ上がってるんで、ボス戦余裕なんですよ。で、ギリギリクリアっていうね。最近死にかけながらクリアしてます。そう、だから、今50面まで来たんですけど、前の49とか48とか、もうほぼ死にかけ。いや、なんで死んだ。今回クリアできるかめっちゃ怪しいんですよね。まあ、でも、ライトチェイサーを赤まで進化させたんで、マジで強いっす。今回、ライトチェイサー、いきなり S 武器赤くしちゃったけど、なんかさ、他の刀とかさ、あ、リボルバーかな？あの、コメントでめっちゃ言われてたんですけど、なんかね、リボルバーの赤が、やばいらしいんだよね。リボルバーもいつか使いたい。あ、リボルバーとバット。大体やばいな。区内も赤強えから、ショットガンはちょっとあんま効かないんですけど、バットとリボルバーもやべえらしいから、赤は多分全部強い。赤までやっちゃったらあんま S とか関係なくクソ強いんじゃないの。え、だとしてもライトチェイサーのこの剣の陣強くね。しかも結構当たり判定広いんだよな。うわ、これさ、高性能爆薬、クソデカ爆薬も欲しくね。え、多分これの範囲も広くなるじゃん。ってことで、え、待って、ライトチェイサーめっちゃ出れるんだけど今回。いつもなんかライトチェイサーってあんま出ないイメージとかあるんですけど、すげえ出まくる。あ、でさ、これちょっと余談なんですけど、最初の方に、これもうネタ切れだ、みたいな感じで言ってるんですけど、もういよいよマジで、まあ、今回赤ライトチェイサー強すぎみたいなタイトルにどうせしてると思うんですけど、マジでそういうのしかやることなくなってきちゃったから、もうそろそろ俺ダダサバイバーマジで完全クリア目指そうと思ってんだよね。まあ、チャレンジとか全然残ってるから、まあ、クリアとは言えないんですけど、今出てるメインステージ、多分75ぐらいまであるんですけど、え、マジで75ぐらいまで次の動画とかで一気に行っちゃおうかな。あ、ごめん、それは嘘。アプレが来る前にメインステージめっちゃ進めたいな。アプレ芸人になろうかな。
何アップデ芸人って。まあ、ってことで、あ、ボス戦来たね。ってことで、爆弾使わずに、なんか最初のウェーブはなんとかなったね。さあ、ボス戦も、いや、これ、剣の陣とこれ弱点見つけんので、あ、エターナルライト来た。早くね、マジで。いや、弱点補正マジで強い。で、さらにこれ、剣の、かっけえ、強くない？ちょっと待って。え、ちょっと待って。おい、みんな、剣の陣さ、連撃？え、ちょっとやばい。あのコロナの後で喉がめちゃくちゃ痛いんですけど、もう喉が枯れてもいい、もうこれで終わってもいい。ボスに対してあんな連撃入るの、えぐくない？獅子連弾すぎない？ちょっと、しかもこれ絶対さ、極秘盗聴とさ絶対相性いいわ。弱点見つけてライトチェイサーでぶっぱよ。ぶっ、ドゥクシドゥクシよ、もうドゥクシドゥクシだから、これマジで終わりです。みんな最近終わりしか言ってない気がするけど、終わりです。これもう最強、これコメントでも散々言われてるから、あのもう全部無視してたんですけど、最強使いすぎじゃないですかみたいな、どれが結局強いんですかみたいな、こうあれなんですけど、これが一番強い絶対とか言って、次の動画とかで破壊の力赤強すぎワールドとか言ってそう。いやでもこれはマジでおすすめ。あ、でさ、俺さ、なんか今更知ったんですけど、なんかさ、俺ダダサバイバーをさ最初やった時、なんかさこんなハマると思ってなかったからさ、あの最初始めた7日間あんまやってなかったんですけど、なんか始めた当初に7日間連続でやると、なんかライトチェイサー絶対もらえるっぽいんだよね。俺めっちゃ損じゃね、損考えたら。いやマジみんなやった方がいいぞちゃんと。え、待って、案件すいません、あの案件ください。あとコロコロコミックに出してください。だってさ、なんかあんまよく見てなかったんだけどさ、これエターナルライトになったらさ、え、剣の陣のこれ色変わった？なんかちゃっかりなんかライト、エターナルライト仕様になってない？なんか赤やら青やら若干色変わってるよな。細かい仕様いいね。これで変わってなかったらごめん。なんか今んとこ全然苦労してないというか、あの動いてません、何もやってない。放置ゲー、放置少女してます。放置系で思い出したんだけどさ、最近さ放置ゲーの広告めっちゃ出るんだけど、あのスライム伝説のやつ、あれおもろいかな、やろうかな。サイコミっていうアプリ、僕なんか漫画、ま、漫画見るやつなんですけど、めっちゃ見るんですけど、あの動画を視聴して1話見れるみたいなやつあるじゃないですか。あれ流すと絶対出てくるんだよね。あれもなんかダダサバイバーみたいな感じでさ、こうポップな感じでちょっと可愛いからさ、正直ちょっとやりたさあるんだけど、あれおもろいかな、おもろそうっていうコメントがちょっとでもあったらやろうかなと思ったけど、多分あの広告ゲーってあんまやらないんだよねみんな。なんならお前がやれよみたいな。赤ライトチェイサーのおかげで喋ることがないです皆さん。さあボス来たね。いやボスもマジで余裕よ、赤ライトチェイサーの前だったら。これで恐怖の船長、いや残念ながらお前みたいなやつ、剣の陣強すぎ。ちょっと待って、やばい。え、減り方やばくない？みんな秒、え、赤くないがなんか雑魚に思えるぐらいには相当やばいこれ。あ、中ボス来たね。いや中ボス来てもさ、これ剣の陣で何回も切り刻んでくれるからさ、ぐるっとちょっと回っとけばいけるんじゃね。いやさすがにしぶといか、さすがにしぶとい。どこ行った？あ、いつの間にか消えてた。倒すモーションみたいないつもなかったっけ、倒れる姿みたいな。え、あれすらもないぐらいにはさ、え、なんかもうみじん切りにした、あいつ。マイパート強くねしか言ってない気がするけど、本当にごめん。そしてちょっと爆弾とかめっちゃあるんで、さすがに10分過ぎてやばいか。一旦爆弾取って、ちょっとなんか間違って靴取っちゃった。タイミング悪い。レベル上がるのタイミング悪いんだけど、今の。なんか今までやっぱライトチェイサーってさ、回転切りが起きないとさ、なんていうの、後ろをこうボスとか追っかけてくるから、だいたいちょっと逃げつつ、逃げ腰になっちゃうんですけど、逃げ腰になったとしても剣の陣が来た時点で勝ちみたいなね。とか言ってたらちょっとなんか若干やばいか。いや、ちょ、いや、大丈夫大丈夫。剣の陣だったら、剣の陣は俺を裏切らない。俺は剣の陣を裏切らない。待って、これはどうしよう。ロケット、一旦ロケット強くして。いや、大丈夫。道を切り開いてくれる。俺、裏切らないね、剣の陣。俺まだディフェンサーにしてないのにさ、この、なんていうの、俺の周りがさ、丸くなってるのさ、えぐくない？俺さっきからめっちゃレベル上がってさ、なんか全然ディフェンサーなんねえなと思ったけどさ、あ、そうだ、間違って靴取っちゃったんだ。あ、バカだ。バカですってことで、まあバカでもクリアできちゃう。そう、赤ライトチェイサーだったらね。さあ来ました、ラストボス。誰だろう最後のボス。恐怖の船長からの末日製造者、ハンマーと銃持ってるね。電気も飛ばしてくるタイプのやばいやつね。ジャンプずるいぞお前、もう飛びすぎじゃないこいつ、はしゃぎすぎだろ。待って、やばい、待って、剣の陣えぐい、みんな剣の陣えぐい、みんなこれ周りにいるだけで勝てるわ。なんかわかんねえけど勝ってるわこれ、これ。あー、そしてなんか変なロボットも出されますが、こいつが改造したなんか変なロボットも出ていますけど、そんな無視。はい、終わりでーす。負ける気がしねえ。エターナルライトすごい、破壊者を抑えて
え、そんなダメージ与えてた？久しぶりにさ、メインステージダブル進みやっていい？これ禁断の。なんか今イベントとかもね、なんかそんななんて言うんだろう、目新しいというか普通にボスとかちょっと戦うぐらいだから、うわ狭いステージ来た。うわ待って、敵がなんか可愛いんだけど、背中が鉱石になってる。あいつ敵可愛くなってるね。うわ原始人まだいんの？でさ、ボルマーのさ、なんか説明みたいので月面がアーダーコーダみたいに言ってたからさ、え、いつかさ月とか行くんじゃない？月の情報をゲットするぜみたいな言ってたよねこいつ。え、月ステージとかありそうじゃない？もうあんのかな、もしかしたら。え、ありそう、いつか。ちょいちょいなんかちょうど緑豚、あれ緑豚なんて今までいたっけ。やっぱこういう新ステージになるとさ、敵のさパターンとかなんかいろいろ見た目とか攻撃パターンも変わるんで、ちょっといいよね、新鮮味があって。え、これさボスとかも変わんのかな。やっぱ最近なんかちょっとさ、フック店長めっちゃ多かったからさ、なんかごつい感じのボスとかちょっと来てほしいな。うわ超も出てくんの、独鳥いるんだけど、ここやば。うわ火炎瓶、うわどうしようこれ、一個これ、あんまあでもいっか。いやドローン揃えられっかな、これドローン B 欲しい。ちょっとドローン B 来ないか、ちょっとやばい、ドローン、うわノイスノイス、事故りそうと思ったとこにドローンが揃えますよと。まあ揃ったとこであれなんだけど、多分そんなドローンあんま使わない。何何何何こいつ、鉱石モンスター来た、石炭山みたいなやつ。しかもバリアまとってるね中ボス、気づいたら死んでたけど。ってことで、うわーこのさ火吐いてくるやつがさめっちゃ強いんだよね。あのガーディアンとか持ってても、あの多分ガーディアン最大高性能爆薬ゲットして最大まででかくすればワンチャン届かないかもしんないんだけど、あのガーディアンとかで消せないから、この火がクソ強いんだよなこの恐竜。このな、こいつ何名前がわかんねえけど強えんだよな。これ燃やされる前に剣の陣で燃やすしかないんだけど、あのもうダダサバイバーの動画やってて、まあ、ちょっとあんま見てないかもしんないけど、そろそろマイクラのシリーズもやります本当に。なんかワンピースとかね、チェーンソーマンとか最近見たんでね、そういうなんかあと面白そうなモッドとか見つけたんでね、あのやろうかなって思ってるんだけど、あのダダサバイバー見てる人、マイクラどうなんだろう、もう消えちゃったからみんなね。最近の悩み、マイクラやらなすぎ問題ね、ほんとごめん。さあボス襲来、最初のボスなんだろう、ちょっと気になるな。新ボス来るか、野人隊長。う、何こいつやば、え急に原始人弱っなんかマイクラのモッドのモンスターに案内なかった、バラコザサンチーフみたいな、あんなやついたよな。あ、なんか面白いな。原始人もちょっとなんかパワーアップしてる。命きた、命。で、これなんか虫、あ、宝石がなんか紫色になってるね。アメジストみたいになってるわ。さっきまではちょっとなんか青色のダイヤではないけど、アメジストの方が若干強く感じるよな。ってことで、これ取っていって、うわ、敵強くなっていくのいいね、これ。野人隊長もさ、なんか族長みたいになるんじゃない？そのうち。そのうちなんかボンゴみたいな持ち始めんじゃねえの？なんかパラ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 みたいな。ごめん、意味わかんないね。で、ちょっとさすがに強くなりすぎか。いや、これエナジーキューブ一応取ったから、エナジーキューブが出るまで耐えればちょっと強くないか、みんな。いや、これドローンさすがに進化させたいな、これは。ライトチェイサーだけじゃ、うわ、ちょ、ガーディアン欲しかったな、これ。なんか甘く見せたらガーディアンワンチャンいらねえんじゃねえんかな、みたいな。調子乗ったわ。調子乗ったけど、ちょ、さすがにライトチェイサーだけだと、51面は、ちょ、きつさがある。ちょっと、ナイス、ナイス、ナイス。ナイス、剣の陣。うわ、ダブルできた。でも勝ちです、これ。ゴッドオブジャスティスも来たんで、エターナレイトも来たから、いや、こっからもう俺の時代始まるよ。マジで。信じない。とりあえず、火炎瓶もガソリンタルにできそうだから、まあ、なんて言うんだろう。近づく前にダメージ食らして、剣の陣でとどめでズクシを。もうズクシ。ズクシ超えてズクシ。ね、今のピエン超えてパオみたいな、しょうもないこと言っちゃった。さあ、これで、破壊者ゲットしたんで、やっぱスキル強くなれば、うわ、待って、やばい。あ、でもよかった。こいつ自身は強くなってないの、このカエル。このカエル強くなったら相当厄介だからな。うわ、で、豚がね、強くなるんですよね、これ。うわ、中ボス久しぶり見たわ、こいつ。この豚は切り刻みます。これでホイッスルセットゲットしたから、いや、スキルマジで強くなったわ、これで。ガーディアン、うわ、ガーディアン、悩むな、これ。ガーディアンいらねえんじゃないかなとか言ってさ、ドリアン取ってさ、これで、次のボス終わった後相当やばかったら、それはそれで後悔しそうなんだよな。次の1個のスキル結構悩みどころですよ、これ。悩みどころ先輩です、これ。ちょっと野人先輩の後だから、どうしよう、これ。もうロケット取っちゃうか、これ。もうロケットでもいっか。いけるいけるいける。大丈夫だ、信じろ、俺を。赤ライトチェーン、カオスサンド。あー、うわ、なにこいつ、色違いだ、かわいい。かわいいけど、あ、こいつ潜るのはちょっと厄介だな。潜られるとね、多分剣の陣もね、効かないのかな、どうなんだろう。まあ、でもタイミングいい。すごいタイミングがいい。めちゃくちゃタイミングよく出てくれるよ、こいつ。なんか、どうもこんにちは、みたいな。どうもこんにちは、みたいな感じでさ。あー、もう、あー、なんかもう、ボス、
ボスの方が弱いまであるみんな。でどうやら10分過ぎた後は敵はもう変わんないかな、まあ、量がめっちゃ増えるみたいな。待って、ドラゴンが進化しちゃってるこいつ。やばい、ちょボーマンだな。ちょ待って待って、やばくない？ちょっとお前ずるずるくない？急にずるいの来た。お前、ああちょ死ぬ死ぬ死ぬ。ああどうしよう、みんなどうしよう。みんな危ねえ。ナイスナイスだけど、ちょっとお前が一番強い。みんなこいつ強すぎん。ちょっと待って、やばい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 。ガーディアン欲しい。みんなガーディアン足りないよ。みんなちょっと待って、やばい。ちょああもう最悪、発動しちゃった。しかも逃げれねえし、しかも逃げれねえ。みんななんだこのスクリーム組まれてんだけど。みんなやばい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 。これ耐えれる？あと5分俺ねえ、あと5分耐えれる俺。あやばい、ちょみんなやばい、ちょ待ってみんなやばい、ちょみんな、ええ、ちょっとえみんな、え終わってないこれねえ。えマジちょマジでこいつ、ちょまやばいやばい、みんなちょいやいやもういや、これは極秘統治をさらに上げることによって、ちょ待ってマジで終わってる。みんなちょマジでこいつ終わってる。あーもう終わりそう終わりそう。もうここ耐えれば、ここ耐えればいける、ここ耐えれば。ちょギャーギャー燃える、ギャー来るな来るな。あーそっか、俺まだ一回残ってたんだ。危ねえ、もう一回残ってたの忘れてたわ。いやでもこれで多分これで波が終わったから、波が終わったんで、もうこれあとは下に行くだけで。豚がちょっと硬くなってんのやめろお前。オッケー、構成のお化けは来ないっすかねこれ。いや上のやつら一旦無視して爆弾出るまで下行きたいなこれ。下のやつらは正直倒しきれるから、ライトチェイサーで頑張れ。剣の陣、剣の陣頑張れ、陣陣頑張れ、陣俺とお前のエターナルだから頑張れ陣。あと1分、あと1分耐えればマジでいける。これマジである、これは全然ある。全然あるよこれ、マジで全然ある普通に。あ終わった、みんなちょっと待って待って、終わったかもみんな。ああありがとうございました。どうにもならない時もある。カット。ってことでスキルが変わってリベンジしに来たんですけど、あのスキル変わったとこでこいつは強えなと思ったけど、ディフェンスはやっぱ強いか。クソデカ爆薬付きのディフェンスやっぱ最強か。やっぱクソデケーからさ、なんとか押しのけてくれてるわ。え強っ、え強くない？しかもまだでかくなるからね。あと3段階でかくなる可能性を秘めてるこいつは。やばい、育つ子だ。 4000g 頑張れ。いやギリ火届いてないんじゃない、これこうやって左右に分散させればギリ火が当たらないみたいな感じにはなってる。そしてちょっとずつ上に向かっていきたい。上に行くとね、あれがあるんだよね、あの爆弾が、爆弾と肉が置いてあるから、ちょっとずつ上に向かっていきたい。さらにでかくなります。あ今でもドリルのやつでもよかったな。ドリル進化させたいんだよなそろそろ。あ待って、そしてこれは神、これは待って、なんかチューブ、お前いつの間にこいつ隠れてやがった。いやこれもうやばいなと思ったらすぐ爆弾、やばいなと思ったらすぐ爆弾。あーもうやばい、もうなんかもうやばい、我慢できない。みんな我慢、ちょなんか無限に湧くじゃんこいつら、こいつら無限湧きなんだけど。いやいやもう一回取ってレベル上げて、頼む頼む。うーわちょっと微妙だな、なんか持ってるよ。あれ俺スキルまだ1個余ってるよね、全然出てこないんだけど。あれうわ、あん時取ってれば、あん時取ってれば進化できたのに。ちょっと光線クソデカ爆薬に釣られたな。てかディフェンサー強くね、えっていうかディフェンサー強くね、なんかすげえ頑張ってんだけど。あと20秒ぐらいやったら頑張れそうじゃない。あと気合で、もうちょっとだから、もうちょっとだから耐えて耐えて、でボス戦来る、はい磁石取る、完璧これです。レベル何これ、何これ、ちょっとやばい、なんかもうロボット来たんだけど。こいつ動かねえからさ、いやでもあれか、飛ばしてくんのかロケットとか。厄介厄介だけど切り刻んじゃえばこっちのもんです。もう弱点見つけつつ、もうロボットの弱点でよくわかんないけど、水ぶっかければいいんじゃねえの。ロボットの弱点見つけつつ剣の陣で、もうゴロがぐるぐる、むしろ俺が回って陣になるっていうね、そういうことよねこれ。もうなんかもう食らってんのかわかんないの、画面が画面がとんでもないことになりすぎて、どうなってるか全然わかんないけど。剣の陣これ発動してる、待っていつの間にか体力めっちゃ減ってる。いやでもまだ一回もデスしてないんで全然余裕あるよ、余裕はあるよ。いやもうね、エターナルライトボス戦まで来ればこっちのもんだから、こっちのもんなんですね。え？いけるわみんな、やばいロケットめっちゃ飛んでくる、ロケットめっちゃ飛んでくるけど、いけますいけますよと。やっぱディフェンスは強くね。